じゃあ今日はこの辺から行こう。気持ちいい水温がね、気持ちいい季節になってきましたよ。最高だな。今日はね、小潮の干潮で、干潮が9時だから、今9時20分ぐらい。干潮から20分過ぎたところだけど、まあほぼ干潮ですね。まあ小潮なのであんまり引いてないということで、こんな感じなんですかね。風が、6メーター、9メーターだったかな。ちょっとある日ですね、南風。風がどっちかというと強い日。ちょこっとね。昨日良かったよな。昨日ほぼ無風だったからね。仕事してると超絶蒸し暑かったんだけど。中華寺さんもね、出てますね。これぐらいの風だとへっちゃらなんだね。風がなくても出てるしね。風があっても結構いけるもんなんだね。はい、じゃあ着いたので、駆けつけ一杯、八朔和歌山、八朔和歌山ね、いただきます。はい、八朔和歌山、いただきます。うまい。これうまいわ。和歌山発作買おうかな。よくあることがまたね、目の前で起きたんで、まあいいんですよ。別にこれ悪いことじゃないんですよ。なんかの学問にないから、こういうの。ここさ、あの誰もいなくて広いんですよね、むちゃくちゃね。だからもうどこに誰がいて荷物を置こうが自由なんですよ。だけどね、多分都会から来た人だと思うんですけど、今通り過ぎてった方々がね、僕の立ってて荷物があるすぐ横にね、その彼らの荷物を置いて、目の前でね、で向こうの方にまた歩いていったんですよ。こんだけ広いスペースでね、そういう風になることがね、本当もうよくあるんですよ。で、まあ、こっちからするとと思うんだけど、多分ね、東京とか大阪とか、まあ、そういうね、あのパーソナルスペースが狭い方々は感覚がもうそうなってるんですよね。別にもこれぐらい普通なんですよ。あ、湘南の海とかね、多分ね、別にこれ悪いとかそういうんじゃなくて、やっぱそのいる環境でね、こういう感覚がやっぱだいぶ違うなと思って。いや、それにしてもこの広い空間でなんで向こうからずっと歩いてきてたよ。俺の荷物の横に荷物置いてずっと向こうに行くっていう。いや、これがね、まあ人って面白いなっていう話。いや、別に悪くないんだからね、うん、俺攻めてるわけじゃないから。周回さん、あそこ行ってるね、先端の向こうの方のサスの方にね。いいね。さっきのあの人たち、俺の周りをもううろうろするようになって、周り誰もいないんだよどういうことなんだろうね。もう俺が移動したよ、ほんと。不
思議だよ本当。痛いなと思ったらサンゴで指切ってた。古州だとあんまり向こうまで行けないからあまり魚いなかったですね。まあ、またあのボラの群れの季節がやってきましたね。いや昨日の夜ね、自分でバリカンで横を後ろを切ったんだけど、ぼーっとしてたら、ソケット何ミリで切るかっていうのを間違えてね、まあ、普段切るのよりも半分で切って3ミリになっちゃって、もう帽子取ったらね、深夜番組のあのいじり岡田さんみたいな感じになってる。ダイヤレモン、これなんだろうね。特にどこのなんて書いてないんだけど、なんか高そうだよね。お客様にいただきました。じゃあダイヤレモンいただきます。よいしょ、はい、ダイヤレモンいただきます去年ですね、上高地行った時、普段履いてる町用のブーツで行ったんですよ。まあ、別に登山したわけじゃないんだけど、やっぱ長い距離歩いたらね、すっごい足が痛かったんですよね。それで、あ、これ登山靴が必要なんだと思って、それ以来登山靴を探し始めたんですよ。で、竹富島にいる元々登山をよくやってた青年がいて、その人にいろいろ聞いたんですよね。そしたらやっぱり靴だけはね、お店に直に行って履いて変わった方がいいと、まあ、ぜひそうするべきだと言われたんだけど、つい面倒くさくて、まあ、ネットの情報に頼ってずっとやってたんですよね。まあ、それで、まあ、結局その、まあ、僕の足が、まあ、あの規格外で大きかったっていうのもあって、まあ、なかなかね、見つからなくてね、まあ、今ある、日本人用の足幅の靴と言われてるシリオっていうね、あの靴を、まあ、毎日履いて試してるんだけど、ちょっと不安が残るんですよね。あれでまた上高地は行きたいんですよ。だけど足が痛くなるの嫌だなとかね、ちょっと悩んでるわけですね。まあ、今日西表島結構雲がなんか全体的に霞んでるね。天気悪いのかな、ああいう時って。西表島だけを囲んでるもんね。すごいな、今日ね、周華寺さん2隻出てるね。なんかね、サバに、小さいサバに1隻から始めたのに、今もう3隻あるみたいで、すごいね。あの小さい1隻譲ってくんないかな。なんか俺の勘違いでね、9時はね、干潮じゃなくて満潮だったみたい。今サスがねどんどん大きくなってる。全く逆の勘違いしてた。サスのさっき向こうの方にいたけど、だいぶ手前の方にね移動してきた。そういえばね、さっき海の中で切って血が結構出たんだけど、よくあるはほらサメの映画であるじゃん、血を一滴垂らすとね、遠くの方のサメの目つきがギロって変わるような、あれだったら怖いなと思って。午後お客さん入ってるんですよ。
間違えて受けちゃったんですよね。普通に受けて後で確認したら、あ、休みだと思ってまあいいんすよ。家帰ってこれ片付けて、まあ、布団でも干してのんびり待ちましょう、そのお客さんを。じゃあ海から戻ってきまして、でもう午後のお客さんの準備も済んでですね、布団も干したしでですね、僕の友人が今住み始めている家の敷地がだいぶ広いみたいで、そこに芝生を引きたいんですって。で、まあ、近くの、まあ、ホームセンターで買うのもいいんですけど、ぜひうちの芝生をいくつか植えてね、あのサトルグラスとして育てたいっていうんで、じゃあということで、うちの芝生をね、こう何ですか、何箇所かこう切り取って送ろうかなと思うんですけど、どの辺がいいですかね。僕の感じではあそこね、あそこがねこう結構モフモフしてるんで、まあ、元気なのか分かんないけど、人が歩かないからかな、この辺、まあ、この辺のいくつかね、切り取って送ろうかなと思います。じゃあちょっと剥ぎましょう。アルミのスコップ、芝生に刺さらないよ。アルミダメだね。じゃあステンレスのシャベルがあるからシャベルでやろう。そう思うとね、登山の時のアイゼンもアルミよりはステンレスだよね。鉄は錆びるから嫌だけど、鉄でもいいのかな。はあ、終わった。暑い。結局ね、最初に芝を剥がそうとしたとこ、あのモフモフしてるとこね、あの歯が立たなくてね、その芝生の根に相当頑丈に根が張ってるみたいで、ステンレスのシャベルでもダメだった。他の場所も結構ダメで、そのシャベルの先が入るポイントを探すのが大変でね。で結局その、まあ、向こうの方にね、こっちの方ね、ほらじゃーん、どうですか。茶色いとこは剥がした後ね、向こうが剥がした芝生でこれを送りますいいんじゃないですか。どうですか、なかなかいい案じゃないあ、でも大変だった。じゃああとはゆっくりお客さん待つだけだ。じゃあ皆さん、今日なんてことない、まあ、いつもだけどね、大したことない動画だったけど、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。じゃあまた、次の映像でお会いしましょう。では。